はい、どうもお疲れ様です。佐野地でございます。さあ、牛丼早食い復活への道、2日目、のトレーニングに入りたいと思います。早速準備していきましょう。はい、じゃあね、今日も買ってきました。今日はね、この間よりもちょっとね、まだあったかいので、熱々では多分ないと思うけど、まあ、ただね、やっぱりね、あれですね、なんだろう、食べ方、うん、ちょっと今までの食べ方だと、ちょっとやろうとしてるルールにね、そぐわないかもしれない。やっぱり米粒を残せないからね、うん、米粒を残せないからさ、今回のチャレンジはさ、一粒でも残しちゃまずいというかさ、なんかうまい食い方あればいいんだけどな。今日だからちょっとね、卵の入れ方を変えて、今日玉ねぎ多いな、おい、今日玉ねぎ多いな。まあこれもね、勝負の一つですよね、運というかさ。うわ、玉ねぎ多いな。だけどちょっと汁がね、多めだね、お汁が多め、つゆが。さあ、じゃあこの状態でですね、あ、まだ卵、どうなるかだよな、本当に。あ、この上でやるとまた。今日とりあえず一つ試してみたいのが、卵をですね、まあこの僕たちがやろうとしてる公式ルールはもうかき混ぜた状態でスタートなんですけど。溶いた状態でね、これ溶いてそうだな、ちょっと手前にかけてみようか。全体的じゃなくて、食べ始めるところをちょっと多めにして、こんな感じか。ここが多いね、ここが。さあ、この状態で、スタートします。よいしょ。自分でスタート押さなきゃいけないのちょっときついな。映ってるかな、大丈夫かな。ああ、水。ああ、ちょっと食べ方をね、変えて、トレーニングですから、あくまでいきたいと思います。ちょっと急いで準備したからな、息が整わない。まあ、とりあえず行きますか。よーい、
ちょっとここに残っちゃいましたね。1,2,3,4,5,6 6粒。俺でも今こってなんかやったよな。多分7粒だな。7粒残りで、時間が24秒。なるほどね。ちょっと今なんとなく分かってきたぞ。なんとなく分かってきた。だけどこれ、あ、ここにも残ってた、ここにも残ってた。もう一粒でも残ってたらアウトなんで、まあ、ただ秒数はね、まあって感じじゃない。よしよし、分かった。もう一回いきます。もう一回いきます。でもあと5秒縮められるかな。あと5秒縮められるかな。これあと5秒って結構でかいよな。この肉を乗せるのは適当です。これね、あんまり自分のね好き勝手やっちゃうとおかしくなっちゃうんで、これは適当に乗せてます。何も考えずにね。あと5秒縮めるのか。5秒って結構長いよな、そうやって考えると。気持ち楽に、気持ち楽にな。リラックス、リラックス、リラックス。ちょっと、あ、結構一つ食い目大事かも。いきます。よい。27秒で2粒、ここに1粒と
ここに一粒。待って、口にもついてそうだな。あ、あるわ。三粒。三粒っすね。いやー、やっぱり米かき集めるのがなー、これが最大の、いや、正直、これ一粒も残さないでっていうのは、20秒切るのは結構むずいかも。だから、22、3秒で米粒が一つも残ってなかったら、案外いけっかも。記録としては。このやり方でね。全員同じやり方で。いや、でもやっぱり20秒はいきたいよな。まあ、まだね、トレーニング2日目。まだまだ、日はあります。もうね、1週間かけて、1ヶ月かけて1秒縮めるのようなね。そんなトレーニングができたらいいんじゃないでしょうか。まあ、ちゅうわけで、第2日目のトレーニング、これにて終了させていただきます。それでは皆さん、チャオ、バイバイ、お疲れー。